メトシェラ・メトシェラは、旧約聖書の創世記章二21節から27節に登場する伝説的な人物。創世記によれば、エノクの息子で、かつノアの箱舟で知られる、ノアの祖父にあたる。メトシェラは969歳で死んだと記述され、創世記においても、聖書全体においても、最も長寿であった人物である。メトシェラは、エノクが65歳の時に生まれた。 187歳の時に孫のノアを設け、他に男子と女子を設けた。その年は969歳であった。これが聖書聖典に述べられた彼の生涯のすべてである。創世紀の記述から計算すると、彼の死の直後に洪水が起きたことになり、彼の死の時まで神は忍耐をもって洪水を起こさなかったという解釈が出てくる。神の忍耐によって彼は最長寿となった。 彼の後、ノアとその家族らが残ったことから、また彼の信仰をノアが受け継いだとも考えることができる。キリスト教においては、イエスキリストの先祖であることから、一部の教派で聖人とされる。エチオピア正教聖典のヨベル書によれば、次の通りである。第十二ヨベルの第七年収に、エノクは、天使ダネルとイエレドの姉妹の間にできた娘エダニと結婚し、 第十二ヨベルの第七年集の第六年にメトシェラが生まれた。第十四ヨベルの第三年集の第一年にメトシェラは天使エズラエルとエノクの姉妹の間にできた娘、エドナと結婚し、レメクと娘が生まれた。なお同じくエチオピア聖教聖典、エノク書にはエノクのもとにメトシェラがやってきて、息子のレメクの息子のノアが肌が雪のように白く、 バラより赤く髪は白羊毛より白く、天使の子に違いないと相談したとの記述がある。ありがとうございます。